皆様こんにちは、ゴンダマンです。前回ご紹介させていただいたこちらの前期の150プラド、今回はとある検証を行っていこうと思います。僕はプライベートでハイエースバンを所有しておりまして、車中泊をかなり楽しまさせていただいております。こちらの150プラド、僕の主観のイメージではキャンプにすごく似合う車という認識がございまして、150プラドに対して車中泊ができるというイメージが僕の中では今のところございません。なので少し体を張ってみて、こちらの車内で1時間過ごしてみます。その姿をこちらの映像でしっかりと押さえさせていただきまして、どんなストレスを感じたか正直に全てお話ししていこうと思います。で、僕は単純に車中泊というものが大好きで便利なものだと思っているので、どうしたらこちらの150プラドの中で快適に過ごすことができるか、ぜひ皆様の意見を聞かせていただければと思います。それではどのような結果になったのか、ぜひご覧ください。まずラゲッジ空間を覗いていきます。横開きなんですね。なるほど。ラゲッジルームを映しております。この状態で広さを確認していきます。こちらの全長が約960mm、横幅が最長の部分で 1350mm ございます。この状態でセカンドシートが折りたためるので一度倒してみます。だいぶ広くなりました。この状態で全長を測っていきます。寝台として一番長いスペースで約 1600mm ございます。僕の身長が 187cm なので若干長さが足りていませんが、この中で実際に何ができるのか1時間車内にこもって検証していこうと思います。よいしょ。実際車内に入ると若干窮屈さは感じますが、道具を積み込むスペースとしては広くて何もストレスは感じないです。この状態で車中泊が行えるかと言われれば全然行えるスペースだと思います。片側に寝具を置いて片側に荷物を寄せるという使い方も苦労はないのかなと思います。はい、それでは早速検証を行っていこうと思います。中でね、ひたすら1時間ダラダラと過ごそうと思います。なのでノートパソコンを持ち込んでおりまして、あとはこちらのタイマーを1時間にセットして過ごしていこうと思います。それでは扉を閉めてタイマーの1時間スタートしたいと思います。それではスタートでございます。大丈夫かな。スタートです。ちょっと見えるような位置に置いておきたいんで。はい、企画始まりましたが、まあ天井もそんなにストレスなくて、187cmある僕が普通にあぐらをかいて座ることができるので、例えばこの空間に机があって、ここでパソコン打ったりだとか簡単な調理を行ったりだとか全然無理なく行えるのかなって思います。よいしょ。なるほど。なんかこの感覚すごく久しぶりなんですけども、段差がやっぱりありますね。ちょっと段差が気になるなっていうのは正直ございます。ですが全然足曲げた状態で良ければ快適に車中泊は行えるのかなと思います。全く経験のしたことがない車の中で1時間過ごすっていうのが初めてなので、今すごく動揺してます。ここで1時間僕は何をしたらいいんだって今すごく悩んでます正直悩んでおります。まず GoPro が1時間持つのかなっていう不安もあります。一つ気づきがございました。こちらの150プラドのグレードはオプションのサンルーフが取り付けされているので、この天井のルーフの部分が若干膨らみがあることに気づきました。この辺りだけ天井高、室内高が確保されていて、このセカンドシートの真上あたりはやっぱり格納されるのでちょっと狭いみたいですね。やっぱり少しだけ退屈になってきますね。まだ10分しか経ってないです。よいしょ。この状態であれば、ここにパソコンを置いたとして、いや、きついな。やっぱこっち向きがいいな。
ここで寝れるのかな。今何分だ？はい、こんな感じでございます。今30分が経ちました。あと30分か。まあでもそんなに苦労はない車内ですね。室内も広くって、150プラドがレジャーに人気な理由というのがすごく伝わってきます。あと20分ほどですね。今1時間が経ちました。あれ、中から開かないのか。今回僕が検証ということでこちらの150プラドで1時間過ごさせていただいたんですけども、僕が今まで何十日何百日とハイエースで車中泊を行ってきた経験から、まっ平らな空間じゃないと車中泊って快適に行えないのかなと思っていたんですが、腕枕とかその狭い空間で寝るっていうことに抵抗がなかったせいなのか、案外快適に過ごすことができました。実際に僕が150プラドを旅行だとか車中泊ということでヘビーに使ったことがないので、もし皆様このようなアイデアがありますということがございましたら、コメント欄に記入の方をよろしくお願いいたします。もしかしたら皆様の車中泊のアイデアが製品化するかもしれませんので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。僕は正直ちょっと周りの視線だとかが気になったかなっていうところと、若干背もたれとの段差の部分が腰だとか肩周りへの負担につながったのかなって思ってます。ただ全然快適に過ごせました。なんか今までハイエースというものが大好きで大好きで、すごくもうハイエースしか考えられないなっていうような頭だったんですけども、全然150プラドでもいけるのかななんて思ってしまいました。あとは寝袋一つ積み込むだけでも非常に快適に過ごすことができると思いますので、またタイミングが合えば別の車両で試してみたいと思います。それではこの動画が参考になった、良かったよと感じていただけた方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。こちらのフレックス公式チャンネルではランドクルーザー150プラドの検証シリーズだけではなくて、ハイエースについての特集も行っておりますので、ぜひ皆様応援のほどよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。